昼だう。時刻は11時23分となりました。さあここからは愛川町の話題になります。8月19日に行われました関東近県中学生選抜野球大会、こちら千葉県の銚子市で行われました。この大会におきまして、愛川町立愛川東中学校、そして愛川中学校の軟式野球の合同チームが準優勝という素晴らしい成績を収めました。まあ、大会としましては、まず初戦でございます。これ8月19日の行われたんですけど、千葉県代表千葉市立銚子小中学校と銚子西中学校、これ千葉県銚子市で行われた大会ですから、まさにホームですよね。ホームのチームとの一戦でした。こちらは投手戦になりましたが、1対0で愛川東中、愛川中学校合同チームが勝利。翌20日の日午前中に行われましたのが、東京都代表明治大学附属明治八王子中学校、これは高校野球でもね結構聞く名前ですよね、西東京かな、こちらとの準決勝、こちらは4対3の接戦を制し決勝戦進出となりました。そして同じ日の午後、ここダブルヘッダーになったんですね、午後に行われましたのは、こちら決勝、千葉県代表の原中学校、こちらとの決勝戦です。まあ、残念ながら愛川東中学校と愛川中学校の連合チーム0対5で敗れましたが、見事準優勝という成績を収めています。これ千葉県銚子市って結構遠いんですよね。あの千葉県のペケってなってるところのペケって先端ぐらいですね、ペケペケ言ってるかよくわかんないと思いますが、愛川町から遠いですが、当日はたくさんの保護者の応援があったということでございます。まさにその保護者たちの応援を受けての準優勝ということでございますけど、まあ、愛川東中、愛川中学校の合同チームっていうのは最近ね、この野球では非常に好成績を残しておりますので、これから先も期待したいと思いますが、関東近県中学生選抜野球大会では、まず準優勝という結果を残しました。それでは、その準優勝を収めたチームから、お二人の選手にインタビューをしていきたいと思いますので、お聞きください。じゃあ、まずちょっと、学校名とお名前からお願いできますか。愛川東中学校、水田光輝です。はい、愛川中学校、奥山総流です。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。まずは、まあ、準優勝ですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。率直な気持ち、振り返ると、水田君どうですか。まあ、もう単純に嬉しいです。まず嬉しいです。はい、で、まあ、準優勝っていうのは悔しかったんですけど、まあ、このチームの仲間たちと一緒に準優勝っていういい結果を持って帰ってこれてよかったです。はい、岡山君どうでした。やっぱ悔しい気持ちも試合後はあったんですけど、時間が経つとやっぱり実感湧いて、関東で準優勝できたことは嬉しいです。はい、まあ、3試合ありましたけど、どう試合の中での一番の思い出とかありますか。岡山さんどうです。やっぱ自分1試合目抑えたのもそうなんですけど、2試合目の明大中野戦で7回最終回でツーアウト3塁だったんですけど、自分が打たなきゃやっぱ負けてしまう場面で、気持ちでレフトオーバーでツーベース打てて同点にできたっていうのがやっぱ一番の思い出です。はい、じゃあその小山君の活躍をじゃあ実は見てたんですよね。はい、見てました。どうでした小山君の活躍。でも自分はまず先頭でフォアボールで出塁することができたんで、それでその総理が打った時は三塁にいたんですけど、でもう本当に打ってくれっていう頼み、その一瞬でずっと見てて、バーンって打ったし、よっしゃよっしゃって言いながらホームベース踏んだ。先生聞こえてなかったでしょ、よっしゃ聞こえてました。でも打球の行方見てなかったんですけど、さっき言ってた通りにワンバンでフェンス届いたんだな、怪力だなと思って。怪力なんですね。怪力細身なのにバーンっていっちゃうのすごいなって思いました。伊沢さんどうです。3試合、まあ、今のお話もありましたが他にないのか。まあ、1回戦の銚子西と銚子中学校の連合チームの時に、まあ、ヒット2本しか出なかったんですけど、その1本自分、そのうちの1本が自分で、その1本でそのタイムリーが打てたんで、それがまあ一番の思い出かな。その
1本がなかったらもう同点でどうなってか分かんないっていう状況だったので、うん、まあそれが一番の思い出かなと思います、うん、試合以外で何か思い出ありますか？あ、やっぱりあのホテルで、はい、みんなでプールホテルにホテルに着いてたんですよ、プールが。そこでみんなでいっぱい遊んで、さらに親交が深まったなっていう感じです部屋はホテルの部屋はみんなバラバラ、何人部屋だと？6人が1部屋と、あと5人が2部屋と、女子2人。2人は部屋は別々だったんですね。ちょっとした修学旅行みたいです。もう本当に修学旅行の予行練習みたいな。そこはそうか、予行練習ですよね。でもこの合同チームっていつからですか？新人戦、去年の新人戦ぐらいから合同し始めて、最初バッテリーだったんですけど、自分がキャッチャー降格になって、そんなこと言わない。大学が新しいキャッチャーで。最初合同チームってどうでした？伊沢さんどうでした？あ、でも最初少年野球やってたので、最初から面識はあったんで、だけど少年野球は違うチーム、別々のチームだけど、キャプテン、2人ともキャプテンだったので、そのキャプテンで話をしていく中で、まあ、ちょっと進行あったって感じ。すごいですね。敵チームのキャプテンが一緒のチームって。あ、そうです。アニメみたいですね。漫画みたいですね。岡山さんどうでした？合同チームって。やっぱり自分一人で他の、あのチームに入るっていうのはちょっと不安もあったんですけど、やっぱ途中のみんなは優しくて、そのチームにも和みやすくて、とても最初からいい雰囲気で行けてよかったです。ちなみに少年野球のチームどちらだったんですか？中津リーバーズっていう。ホワイトイーグルスっていうチーム。でもまあ地元ですよね。はい、ここら辺の。そうです。じゃあ対戦経験もあるってことですね。ずっと対戦してました。伊豆田君から見て岡山君どんな選手なんですか？いや、もう球速くてどんな球投げても打たれるって感じです。もうライバルです。結構嫌な思いしてるんですよ。逆に奥山君から見ていいですか？まあ、後期もピッチャーやってたんですけど、まあ、これといって印象はなかったんですけど、まあ、仲間思いでいいキャプテンだなって思ってました。合同チームのキャプテンは？自分がやってます。大変じゃなかったですか、合同チームのキャプテン。いや、でもまあ最初は総理一人だったんで、もともとのチームと一緒でもやりやすかったんですけど、1年生が入ってからはもう名前も誰だこいつみたいな。ああ、そうですよね。そうです。でも今回も3年生で引退ということですけど、最後準優勝ということでしたけど、どうですか3年間の野球を振り返ってみてどうですか？いや、まあ1年生の時はその1年生1個上がちょっと荒っぽい感じで、なんかちょっと嫌だなって思ったりはしたんですけど、その自分たちの代になってから自分が引っ張るようになって、そのこのチームを強くしなきゃいけないっていう責任感を持ってから、その今まではちょっとサボり癖みたいなのがあったんですけど、それをちょっと解消していきながら、みんなに指示を出しながらって感じです。小山さんどうでした？自分1年生からまあ試合出て、その県央っていう舞台でもう出てたんですけど、そこで毎年あの1年生も2年生も悔しい思いしてて、でそこからの3年生の合同チームとなって、そこからまあどんどん勝利積み重ねていくうちに、その人生の中でもまあ思い出に残る1年になって、まあ、とても楽しかったです。まだ早いですよ、人生。まだまだ全然いろいろありますよ。いろいろあるということで、今後の目標を聞きたいんですけど、ちょっとまず近い目標、ちょっとどうですか？まず受験勉強を頑張って、そうですね、その第一志望校に受かるってことが目標で、うん、で、第一志望に受かったら、野球を続ける可能性が出てくるかなって感じです。野球続けてくださいよ。俺、岡山君はどうです？自分、自衛官になるっていう夢があるんで、それをまず高校生になって、高校生から自衛官みたいな学校に入るんで、そこでまず入学してから、その夢を叶えたいなって思います。あれ？プロ野球選手って夢は2人ないんですか？そういう夢はあんまり自分はないです。だってリバースはね、田中美希選手とかいるんですけど。あ、そうですか。でもまあ何らかの感じで野球を続けていきたい。野球に携わってたいって感じです。ああ、野球の魅力、まあまだね、俺と初めてのは小学生からですか、そんなにないかもしれないですけど、今はもう野球の魅力って岡山さんどうですか？
やっぱ他のチームと、あ、違う、スポーツと違って、その、一発逆転があって、その、野球の怖さ、その、プロでもミスが起きるものなので、そういう野球の怖さも、野球の、その、面白さの一つだと思います。ありがとうございます。伊沢さんどうですか？やっぱり野球っていうのは、あの、個人スポーツじゃないので、みんなでやる団体競技なので、その、その中で仲の良さが大事で、そのチームワークが良くないとどんなに個人の力が高くても勝てないし、そのだから仲を深めていけるいいスポーツかなっていう思います、うん、そうですよね。まああのね、今月の愛川町の広報には愛中と愛川東中に出てますから、多分これもう結構言われるでしょ、周りからおめでとうっていう。あ、言われます、結構言われます、あの候補見たらもっと言われると思いますので、最後になりますけど、そうやって応援してくれた人たちにちょっと一言ずついただけますか。じゃあ伊沢君からお願いできますか。やっぱり応援してくださったみんなの力があってこそのその関東近県大会の準優勝なので、それやっぱりその応援してくれたくださった人たちの力がなければここまで来れなかったので、ありがとうございましたと伝えたいです。ありがとうございます。岡山君お願いします。自分もその一人っていう中で、その試合前とかにメッセージとか頑張ってねとか、やっぱそういうのが力になって、でお守りとかももらえたんで、やっぱ感謝してもしきれない思いがありますね、うん、ぜひね、本当にあの久々の愛川町でいいニュースになりましたので、これからの活躍ぜひね、こう野球に携わって、そして後輩たちにもいい野球を教えてくださいね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、8月19日から行われました関東近県中学生選抜野球大会で準優勝を収めました愛川町立愛川東中学校と愛川中学校の軟式野球部連合同チームから伊豆田くんと、そして奥山くんのインタビューをお届けいたしました。2人も試合で大活躍しましたし、本当にね、全メンバーが全員活躍したという大会だったそうです。だからね、いろんなドラマがあったんじゃないかなと思うし、ホテルでは楽しかったんじゃないかな。なんかね、やっぱこうみんなでワイワイっていうのがね、そういうのもやっぱチーム競技のいいところだと思いますから。で、まあ3年生ですから、2人はこれこれ卒業となりますけど、次の代がこの愛川東中と愛川中学校の軟式野球部合同チーム、次の代がもうスタートします。9月から新人戦が行われるということでございますからね、ぜひともね、先輩たちの思い、意思、そして先輩たちが取り組んだ野球への姿勢、そういったものを受け継いでもらいたいなと思います、いいね。まあちょっとインタビューでも言ったけど、あの去年のドラフトではね、中津リバース出身の田中幹也選手は中日ドラゴンズで行きまして、僕もインタビュー行きましたけど、愛川町ってこうスポーツが盛んなところでもございますから、でみんながやっぱ応援してくれますから、これから先もね、スポーツでどんどん町を盛り上げてくれる、そんな人が登場してくれるといいなと思います。愛川東中学校、そして愛川中学校軟式野球部合同チームの皆さん、おめでとうございます。これからの活躍も期待しております。ヒルダウ。